ボーイング B-17 フライングフォートレス飛行する B-17G-35DL42 から 107,112B-17G-7543 から37,675ボーイング B-17 フライングフォートレスはアメリカ合衆国のボーイング社が開発した大型戦略爆撃機。相性のフライングフォートレスは飛行要塞。 空飛ぶ要塞の意。ドイツ上空で、対空砲火を受ける B-17B-17G の機種戦端下にある 12.7mm2 門のガンタレット B-17 は、沿岸防衛用として、哨戒と敵艦の攻撃用に立案されたが、1934年に、敵国の軍隊よりも、さらに重要である、その国の工業組織を、 目標にする、護衛なしでやっていける爆撃機を目指すことになった。機体ラインは非常に滑らかな曲線と直線で構成されている。後期型は機重多数を装備した物々しい外観を有する。B-17 はエンジンの排気でタービンを回して、 航空の希薄な空気を十分な密度に圧縮して、エンジンに送り込む排気タービン化吸気によって、良好な高高度性能を備えていた。B-17 は強固な防弾装備と多くの防御火器で身を固めていたため、冷戦の20ミリ機銃ですら効き目は薄く、撃墜は困難であった。防御火器は試作機で、機銃5兆。 後期型の G 型では実に13丁の 12.7mmM 通気管銃を装備していた。爆撃を行う B-17G の編隊1934年8月8日、アメリカ陸軍は当時の主力爆撃機だったマーティン社製 B-10 総発爆撃機の後継機として、航続力と爆弾搭載量を2倍に強化した多発爆撃機を 国内航空機メーカーに要求した。その当初の目的は、アラスカやハワイなど、アメリカの中心部から遠く離れた沿岸地域を防衛するためだったが、第二次世界大戦参戦以前のアメリカは、孤立主義的傾向が強く、このような高性能を、高コストの爆撃機を保有することについては、議会や納税者からの反対が根強かった。そのため、 敵国を攻撃するための兵器ではなく、アメリカ本土防衛のための兵器であるという名目の、元、フライングフォートレスと命名された。列車砲の代替兵器として、アメリカの長大な海岸線で敵上陸軍を阻止迎撃することが、念頭にあったためである。欧州戦線で編隊を組む B-17F 第2次、大戦開戦後、イギリスに C 型が対応され、 フォートレスマーク I として E 型がフォートレスマーク II、F 型がフォートレスマーク III として運用された。しかし搭乗員、整備員の訓練不足に加えて少数機での爆撃にとどまったこと、爆撃小遵機がノルデン爆撃小遵機ではないことなどから共有当初は目立った戦果を上げられなかった。後にフォートレスマーク I の戦訓は、 d 型に反映されることになった。アメリカの欧州参戦後は、アメリカ陸軍の主力爆撃機として活躍し、主に、イギリスを基地とした、対ドイツへの昼間爆撃に従事した。だが、イギリスで兵力を蓄積し始めた1942年は、統治作戦が開始され、そのために戦力を抽出されてしまったため、ヨーロッパでの本格的な爆撃作戦は、実施できなかった。 そして戦局が連合軍側優位に傾き、さらに兵力の蓄積が進んだ1943年から昼間爆撃が本格化、フランスへの近距離爆撃で経験を積んでからドイツ本土への爆撃にも出撃するようになった。護衛戦闘機の航続距離が十分でなかった1943年頃まではドイツの迎撃戦闘機により多数の損害が出ていたが、 B-17 の編隊は、コンバットボックスで濃密な防御砲火の弾幕を張り、ドイツ戦闘機体の攻撃を妨害するどころか逆に、撃墜することもしばしばだった。ドイツ軍では最も火力が少ない正面からの一撃離脱戦法や FW190 による突撃飛行隊の編成などで一定の戦果を上げたが、機銃と防御性能の強化により、 効果が厳じられ、1944年以降は B、C 型から D 型に改良された、P-51 マスタングをはじめとする高性能な、戦闘機が護衛として随伴すると接近すら、難しくなり、B-17 の損害は一気に減少した。また4発機の B-17 は頑丈で優れた、安定性を持つ機体でもあるため、エンジンの一つや二つが止まっても、 機体や翼が穴だらけになっても、イギリスまで帰ってきたものが多数あった。ドイツ本土への侵攻では、撃墜されてしまうとそれだけ多くの搭乗員を失ってしまうため、機体そのものはボロボロになっても貴重な人材を連れ帰ることができるという点は非常に重要だった。そのような特徴は多くの搭乗員に愛され、空の女王という異名も授かっている。以上の特徴から、 主に都市への夜間爆撃を担当したイギリス軍のランカスター爆撃機以上にドイツの継戦能力を即立役者となった。なお、B-17 とランカスターの米英に大爆撃機は第二次世界大戦中に各々約60万トンの爆弾を投下した。日本軍による真珠湾攻撃時に筆カ無飛行場で撃破された。 B-17 オーストラリア国内の基地に展開する B-17 主にハワイやアラスカ本土、アリューシャン列島、アメリカの植民地のフィリピンや同じ連合国のオランダ領東、インド、オーストラリアに配備され1943年頃まで活動した。百四十一年十二月八日に日本海軍によって行われた真珠湾攻撃においては ヒッカム飛行場に置かれていた B-17 機が日本軍の攻撃隊により地上撃破された。さらに攻撃中にアメリカ本土より飛行してきた B-17 の兵隊が攻撃を行う日本海軍機と誤認され、地上からの攻撃を受け損傷した機がオアフ島内のゴルフ場に不時着している。1942年2月19日には、 乱印作戦において、日本陸軍飛行第64戦隊、飛行第59戦隊の一式戦闘機、シュンは、バンドンの第7爆撃航空軍への補充として、飛行中であった2機の B-17E と、バタビア沖上空にて交戦した。B-17 は2機の、シュンを、戦回機関銃で撃墜するも1機が落とされている。また攻撃を逃れ、バンドンへ到着した。 もう一機は、日本軍の空襲により、地上で消失している。1942年5月から1943年10月に、かけて行われたアリューシャン方面の戦いでは、アラスカ本土の基地に駐留する、B、B-17 が、アリューシャン列島のアッツ島やキスカ島に上陸した、日本軍や、それを援護する日本軍の艦船に対する空襲を、数度に渡り行っているが、 さしたる被害を日本軍に与えることはできなかった。また、南東方面では、ポートモレスビーを主たる基地として出撃し、ラバウルやブイン等の日本軍根拠地に対する爆撃の、ほかオーストラリア国内の基地を拠点に、洋上紹介にも活動した。ガダルカナル島攻防戦に参加した第6海軍、航空隊飛行隊長、見分隊長の、昌福田少佐は、 一般的に言って B-17 と B-24 は苦手であった。そのいわゆる自動閉鎖式防弾燃料タンクのため、被弾しても、なかなか火災を起こさなかったことと、我が対応型機攻撃訓練の未熟のため、距離の判定になれず、遠距離から射撃する場合が多く、命中弾が得にくいからであった。撃墜はしたが、それは、主として冷戦がしつこく、 しかも寄ってたかって敵機を満身創意という格好にしたり、また我が連達の死が十分接近して20ミリ銃弾を十分打ち込んだり、または勇敢な体当たりによるもので、尋常一様の攻撃ではなかなか落ちなかった。と語っている。B-17 の対策は、1942年初めに日本海軍が取り掛かり、日本陸軍は12月末に、 B-17 対策委員会を設け、路角した、数機のアメリカ軍機をこれに当てた。共に、対策の第一は、機銃の威力増強であった。海軍の冷戦は世界に先駆けて20ミリ機銃を採用しており、B-17 程度の防御力なら一発で、撃墜可能と考えていたが、効果がないという報告があった。川上洋兵海軍技術調査によれば、 調査の結果、これは、威力不足ではなく、5メートルほどの標的での、射撃訓練を受けたパイロットが大型で、ビブに防御火力を持つ4発重爆に対して、小準機の視野に溢れるため、相当接近したと錯覚して、有効射程外から射撃して退避していることが、原因であったという。当時搭載されていた20ミリ機銃でも、威力不足と判断した日本海軍は、 30ミリ機銃の開発を決定し、1942年末には2式30ミリ機銃の試作品が完成し、1943年7月には、これを装備した冷戦がラバウルに送られ、アメリカ軍の大型航空機を一発で大破させた。陸軍の対策委員会発足当時は有効な20ミリ機銃がなく、1943年秋に、 ドイツから入手したマウザー MG151-20 が東部ニューギニアで一部に使用され、国産の保護の装備開始は1944年3月からだった。対策委員会は応急処置として37ミリ戦車砲をトリウト100式、司さササに取り付けて1943年2月にラバウルに送ったが、 一発ごとに手で装填するため、空中では役に立ちがたかった。B-17 対策に基づいて、航空機用の大口径砲は、37 mm、3 7ミリの砲2 0 3 4 0ミリの砲3 0 1 5 7ミリの砲401の3種が、昭和18年度装備に決められた。砲203を塗流に、砲301を正規に装備し、1943年中に、 実戦で使用した。しかし、航続距離に優れる B-24 が揃ってくると、1942年から1943年に、かけて B-17 装備部隊は、順次 B-24 に改編される方方方面に、転出していき、太平洋戦線においては戦争後半には、偵察や救難などに従事している機体を除き、航続距離に何のある、 B-17 は姿を消した。偵察や救難などに従事している機体は B-29 や B-24 による日本本土空襲の支援を行った。1945年5月のドイツ降伏後、アメリカ陸軍ではヨーロッパ戦線で使用されていた。 B-17 を太平洋戦線に開港して日本への戦略爆撃に使用することが検討されたがロバート・マクナマララ将校の分析により B-29 を大量生産した方が効率的と判明しそれらの B-17 は廃棄された日本陸軍に露覚され日の丸の国籍標識を描きテスト飛行中の B-17 なお、対日戦開戦直後に、オランダ領東インドのジャワ島やコレヒドール島などに、展開していたアメリカ軍の B-17C や B-17D など、複数の機体が、逃げ遅れたため日本陸軍に、完全な形で露隔されている。露隔後は、P、P-40 や、ホーカーハリケーン、バッファロー、ハドソンなど、他の露隔機と同じように、 内地の陸部に飛行実験部に送られ、研究対象にされた。その他、飛行第64戦隊などは六角した機体を、南方で対応型重爆船の攻撃訓練に、使用している。また、敵機爆音集と第四十五の防空意識公用の、ため高度別エンジン音と解説を収録されたり、羽田飛行場での六角機展示会で展示された後、 全国を巡回展示されたものもある。さらに一式戦、春の開発模様を描いた1942年10月公開の映画、翼の外貨では、終盤の戦闘シーンにおいて露角 B-17 が飛行第一戦隊に所属する多数の春ともども撮影に使用されている。これらの露角機は終戦後、アメリカ軍によって廃棄されている。また、 太平洋戦争開戦以前の1939年頃には、ボーイング社から日本に対して B-17 の売り込みがなされたこともあった。1948年から始まった第一次中東、戦争では、イスラエルのエジプト爆撃において、ボーイフレンド109の戦後チェコ生産型である S-199 戦闘機に護衛された B-17 が、 エジプト軍のスピットファイア戦闘機に迎撃されるという事態が生じている。戦後、ボーイングとタミヤの間で模型化に関して商標使用権で折り合いがつかず商品化を断念したことがタミヤの経営責任者により明らかにされた。B-17 各方の合計生産数は1 2 7 3一機。うち、ボーイング生産百八十1機。 他に3000機が、ダグラス2750機が、ロッキード傘下のベガエアクラフトによって製造された。ありがとうございます。